はい、それでは定刻になりました。ので、今日の、記者会見を始めたいと思います。本日は、アメリカのラーム・エマニュエル駐日大使をお迎えいたしました。ちょうど着任からですね1年という、機会でして、今国際情勢における日米関係の意義や今後などについて、簡単にお話をいただいた後、皆さんのご質問に、をお受けしたいと思います。大使についてはもう皆さんご存知と思いますので、簡単にご紹介しますが、イリノイ州、シカゴのご出身で、1993年から98年まで、クリントン政権で大統領上級顧問、それから民間の投資銀行やイリノイ州の下院議員を、務めた後に、またバラク・オバマ政権で大統領首席補佐官を務められて、その後ですね2011年から19年までシカゴ市長を2期8年、務められました。そして、2021年の12月に駐日大使に就任されて、それで、昨年ですね2022年の1月23日に着任されました。いろんなところで紹介されていますが、大使は鉄道が非常にお好きで、日本でも積極的に鉄道に乗られています。それから、若い頃にバレエダンサーも目指されていたというエピソードでございます。それではこの後エマニュエル大使から、簡単に、スピーチをいただいた後、会場オンラインからの質問にお答えいただきます。本日の司会は日本記者クラブ企画委員長で日本経済新聞の藤井明夫が担当いたします。そして、本日は通訳が、駐日米大使館の森真澄さん、それから山崎美穂さんに、お願いしております。では、大使お願いいたします。アンバサダーご挨拶ありがとうございます。そして1年前になります。こちらに来させていただきましたのは、そしておそらく多くの人たちはもっと1年以上いたいふうに思っていらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、私はですね、この上院公聴会ですね、私にありました時ですね、私はその時に、これから3年間の日米協力が今後30年間の両国の立ち位置を決めるというふうにお伝えいたしました。私が思い出すのは、その時は、その時そうでしたし、そしてもっと、この意味合いというのは強まってきていると思います。そして日米関係は最も重要な二国間関係だと思えています。アメリカが持っている中で。そして、過去は、40年、50年は、私がいます。守りの同盟でした。私が言うところの。そして今、私たちは今、変革を遂げ、そして今、鮮明の同盟になっています。そしてこの関係の変化ですね、日米の関係の変化です。そして日本が、米国と肩を並べているパートナーなんです。日米の、この価値観、そして利益、そして共有するものですけれども、価値観、そして利益、そして我々の共通の目的ですね、自由で開かれたインド太平洋のための、それを広げていくことです。そして、その中で、アメリカがどんな役割をするのか、日本はどのような役割をするのかということです。そして、そして、振り返ってみますと、過去はですね、3年、4年ですけれども、この世界が非常に包括的に変わりました。この3 C's というものです。そして、これは、世界中で、地政学的な、そして、経済的にもそうですけれども、そしてこれは、大西洋両岸だけではなくて太平洋でもそうです。COVID、コロナ、コンフリクト、紛争、コージョン、威圧です。そして多くの意味で日本は、この3つの C というものを、この D で、3つの D で答えてきました。これはディプロマシー、ディベロップメント、ディトレンス、外交、開口、開発支援、そして抑止力です。これはアメリカにとってもそうです。私たちの同盟をこの地域にさらに広めていくということ。そして、インド太平洋に広めていくことです。これは、日米が私たちの共通の利益だというふうに考えております。共通の目的だというふうに考えております。私たちが今この座っている瞬間ですね。日本は、
そして市場に一括購入をするということを決めました。この反撃能力です。の保有です。そしてそれ時間、そしてお金を、そしてそれをセーブすることによって、そして抑止力が強化になっています。2週間です。そして、オースティン国防長官、2週間フィリピンにいましたして、そしてフィリピンの大統領が日本を訪問しました。そして、違うための合意をでしたけれども、合意をしましたけれども、しかし、どちらも地政学的な意味合い、政治的、そして戦略的、そして経済的な意味を持ちます。それは日本と、オーストラリアに対してもそうです。これらのすべて、そしてこのダイナミックが変わってきています。それと半導体、経済、安全保障、そして貿易、経済外交、私が言うところの経済外交。これらはすべて今改定されています。この 3C によってすべてが変革をしています。コロナによって私たちアメリカ人がのこの世界観が変わっています。サプライチェーンもそうですし、そして日本がの世界観、サプライチェーンとも変わってきたと思っています。そしてこの紛争、そして私たちにとってエネルギー安全保障、そして安定に関する我々の見方が変わりました。そして、威圧です。抑圧。そして、私たちが、どのように、同盟国、そして友人とどのように、どのように関わっていくかということが変わっています。大統領と首相が、そして、彼がやったのは素晴らしい仕事をされています。アメリカ国民にしたら、そして、この大西洋両岸というのはこちらで、そして、インド太平洋がここにありましたということですけれども、しかしながら、この努力により、その様々な説得、そして戦略的な見方により、この大統領と首相は、このパートナーシップは、この二つの地域を一つの単独の戦略的なエリアに収斂させました。そして、この二つのこのパート、ニューヨークのパートナーシップは、安全保障だけではなくて、そのレベルの安全保障だけではなくて、しかしながら強み、そして安全性、そして安全保障性、それをこの地域の人に広がってきて、国に広げているんです。そして他の国には、私たちの強い日米関係に依存しています。非常に頼っています。この同盟国を、この守りの同盟からですね、この攻めの同盟ということです。これはですね、歴史的な問題だけではなくて、将来が、未来が安全なものになるように、アメリカにとって、日本にとっても、そしてその国民にとってもですね、そして我々が共有する価値、そして堅持する価値にとってもです。例えば例としては、日本が、そしてさらに、日本にとって変革なのかというと、日本は3月3日のロシアの非難、国連のロシア非難決議ですけれども、ウクライナに対する侵攻に対してですけれども、日本は8カ国、ASEANの8カ国の、10カ国のうちの8カ国の票を取りまとめ合いました。そしてそれ賛成に回らせ、そして、その中の4つは、一緒に、提出、共同提出国になりました。日本の外交力の素晴らしいと思います。そして、国際的にも関係にも強に強め、そして、開発支援に対しても非常に、この積極的です。フィリピンの大統領いらっしゃいました。日本は、この地域によって、フィリピンにおいて、経済開発、最も最大の都市国です。そして、他の国よりも優れ、非常に大きくのです。ですから、開港活、そして開発使用、支援、そして資源、そしてまた、そして予算が成立するとして考えて、そしてこの抑止力が使うかのです。この外交、そして開発支援に付け加わります。そして抑止力だけということではないんです。抑止力は、この外交、そして開発支援にこの補完するものです。これを取って代わるものではありません。日本は信頼性があります。地域によって。それは、我々にとって大きな支援になります。我々の戦略的な目的を達成するにおいてです。私たちが一緒にやっていること、協力していることは、非常に変革的でありまして、過去3年間、何をするかということ、そしてそれが30年に、を決めるんです。これ我々は今大きな転換点にいます。
そして一方、振り返って考えてみますと、これから去年を見ますと、私たちがここに来る前にですね、日本は、そして私たちのジュニアパートナーというふうに考えていました。まあ、主従の関係ですね。しかしながら、そして、日本は本当肩を並べる、アメリカと日本は肩を並べるパートナーです。そして関係において、そして二国間だけではなくて、そして地域によって、そして全体、界全体においてです。そして非常に大きな影響力を持っています。ヨーロッパ、そしてこの紛争においてです。私にとっては1周年ですが、24日、ロシアの違法な侵略の、ウクライナに対する侵略の1周年でもあります。今月24日です。日本はヨーロッパに LNG を一番最初に分けました。これは総理のリーダーシップです。日本の役割、声というのは、決してインド太平洋だけではなくて、日本には果たすべき役割があります。ヨーロッパで起こったことは、この地域でも起こりうるからです。ですから、外交、経済、開発、抑止の面で、やはり戦略的な目標を共有する目標を達成するための信頼感、信用が必要です。宇宙でもいろいろと取り組みを行っています。経済分野でも協力をしています。日米協力をしています。ここ3年、日本は米国に対する投資ナンバーワンの国です。アメリカも日本に対する FDI ナンバーワンの国です。4500マイクロンという会社が投資一社の規模ではナンバーワンです。4500人ぐらいの雇用を生み出しています。経済、貿易においても、二国の関係だけではなくて、他の国のベンチマークともなっています。昨年、日米は、JAXA と NASA は、宇宙探査の枠組み条約に、協定に、サインをしました。そしてアルテミス計画、そして月の有人探査などを一緒に行っていきます。日本は ISS の延長、2030年までの延長に一番最初に賛成をしました。日米は、火星の探査に関する協定も間もなく交わすでしょう。月、火星の探査、これから行っていきます。外交、共同の投資、そして R&D、戦略的な利益、国際的な側面を考えますと、日米は共通の利益を持っています。私が政界に入ってきた時には、クリントン政権の時代はそういった状況ではありませんでした。比喩的に申しますと、だって信じていることですが、日本はアメリカの NSS 国家安全保障戦略を書くことができましたし、アメリカが日本に代わって戦略を書くこともできたと思います。比喩的な表現ですよ。でも、それくらい日米の世界に関する見方、課題やチャンスの捉え方は似通っているということです。世界観が似ているということです。ですから、我々の利益を促進していくチャンスがあります。二つのマイルストーンが意義深いと思っております。一つは、日本が G7 を5月に広島で主催します。そしてアメリカは、APEC をサンフランシスコで開催いたします。日米のリーダーシップは、経済、政治の協力、連携でとても重要であります。米国、日米の参加は、参加をして共通の目標を進めてまいります。
今年のマイルソン、私は1年ちょうどここに来ましたけれども、3年のうちの1年目、そしてその3年というのは今後30年を決めていきます。バイデン大統領の言葉を借りますと、まだ始まったばかりだということです。とてもエキサイティングな時代です。マンスフィールド大使が言っていたように、日米関係というのはアメリカにとって最重要な関係である。過去に基づき未来を作っていく。世界は変わってきました。コロナ、紛争、そして威圧がありますが、同盟を作り、それに対応していきます。外交、開発、そして抑止で対応していきます。本日はありがとうございます。皆様からのご質問いただくのを楽しみにしております。キッシンジャー氏が言っていたように、私の答えに対して誰か質問あるかと皆さんに申し上げたいと思います。質問の受付方をまずご案内します。質問は英語か日本語でお願いいたします。会場で質問のある方は挙手をお願いいたします。私が指名しますので、お近くのマイクを使って、お名前とご所属をおっしゃってから質問してください。オンラインで参加されている方で直接質問したい方は手を挙げるの、ボタンを押してください。私が指名しますので、ミュートを解除しご質問ください。テキストでの質問は Q&A にお名前とご所属を添えて質問を書き込んで送ってください。私が代読いたします。それではまず私、はい、よろしいですか。私から一つだけお伺いいたします。大使は日米関係特に防衛協力の話をされましたが、日米にとってやはり非常に重要な問題として中国の問題がございます。最近でも偵察、気球の問題をめぐって、米中対立の話がニュースになり、ブリンケン国務長官の訪中も延期になっております。特にですね、日本にとっては台湾問題というのが非常に、大きなイシューになっておりまして、昨年も、バイデン大統領が、台湾が中国から武力攻撃された場合、アメリカはそれを守るのかということにイエスと答え、その後、アメリカ政府が台湾政策については変更はないということで、話題になりましたが、この中国、台湾問題も含め、日米協力も含めて大使のご見解をお伺いしたいと思います。すみません、質問ですけれども、ご質問ですが、まず、最初ホワイトハウスで、そして大統領がおっしゃったことに付け加えることはございません。台湾に関してですけれども。しかし大事だと思いますのは、二つのポイントです。ペロシ訪問が、ペロシ日本議長が訪問された後ですね、台湾に関して、中国は、そして現地演習を行いました。そして日本にもメディアでカバーされたと思います。そして、シー・ジンピン国家主席は個人的な判断で、5つのミサイル、5発のミサイルを日本の EEZ に発射しました。そして、首相は、これ私はですけれども、ウクライナで起こっていること、ヨーロッパで起こっていることは、日本、インド太平洋で起こるということなんです。台湾が次だと。中国がやったことを見て、そして、それをそのまま、そのままの価値で見たということになっております。ですから、その準備、そして、この抑止力の強化、そして日米が起こっていることですけど、それが適切なことだと思います。適切な方法だと思います。大統領がおっしゃったこと、ホワイト大使がおっしゃることは、もちろんこれは明白ですけれども、そして賢い、スマートなことはです、は、首相がされたことは、この抑止力を強化することにしました。日本によってですね。日本にとってです。そしてそれはしっかりとこの計算に入れなければなりません。それが反撃能力であったとしても、そしてこの宇宙領域であったとしても、それがサイバードーン、防衛ドーンであったとしても、そしてそれが適切な、そして方向、適切な方向性だと思いまして、これは外交面でおいても、そうだと思います。私一つ付け加えたいんですが、日本は5発の弾道ミサイルの発射を受けました。中国から24時間前。
ィリピンはレーザー照射を受けました。中国の、フィリピンの沿岸警備隊においてです。中国からです。2、3ヶ月前でして、インドは、そして、この中国との国境の紛争がありました。3ヶ月前、アメリカの航空機が、空軍が、中国によって攻撃を受けました。そして、今度一つの全て共通するのは、中国の行動です。ですから、私が信じますのは、これが、南シナ海で起こっても、インドと中国の国境で起こっても、そして、これはミサイルの侵入だけではなくて、そして、その人の尖閣諸島への領海侵入などですね。そして、日本の EEZ であったり、領空にあっての侵入。また、アメリカの、この空軍をトレイルされたということですね。そして、区域においてですね。そして、いつもこれは容赦のない、そして、中国、インド、フィリピン、インド、ですから、これは素晴らしい臨時通訳とは言えないと思います。中国が。そういうふうに取っているとは思えないと思います。そして、これはですね、首相、そして大統領の、この功績ですけど、思います。その地域の、リーダーの功績ですけれども、しっかりと、方向を取っているということです。抑止力を強化して、そして、そうする、そして、このような行動が、また、起こらないようにするというふうにしていることは素晴らしいと思います。そう。はい、どうぞ。こちらの女性の方。マイクの方に進んで、お話しください。Hi, Ambassador. Thank you for having me. ありがとうございます。東京放送の山本と申します。中国の気球の話ですが、ご存知のように、日本でも気球が飛んでくる、中国から飛んでくるということがありました。探知をしてということがありましたが、この気球の脅威というものはどうお考えでしょうか。この地域、日本の安全保障にどのような影響があると思われますか。どれくらい深刻なものでしょうか。これは私の試験ですが、私には答えにくい答えです。アメリカは今、技術的な能力を、その気球を検証しているところです。ただ、まだ点と点がつながっていない状況ですが、中国の気球というのは、日本にも飛んできています。アメリカにも飛んできています。その他の地域の国にも飛んでいっているわけですけれども、地域だけではなくて宇宙もですね。地域、そして世界で中国は、その警察署を置いています。世界中に。日本は世界中にどれだけ日本国民を世話するために、または国民にハラスメントをするために警察署なんて置いていますか？他国に自分の国の警察署って置きますか？外務省、国務長官の訪問があったりとかして、そして気球が飛んでくると。たまたま天気がという話だったんですが、それは本当でしょうか？しかし、あるパターンがあるように思います。日本はどこの国に警察署を置いていますか？気球を戦略的にセンシティブなところに飛ばしたりしますか？日本は。一体どこの国がそんなことをするんでしょうか？経済的な威圧をするのでしょうか？オーストラリア、2015年の日本のレアアースの問題、そして韓国、リトアニア、そしてフィリピン、仲裁裁判所の件を、無視しています。フィリピン、南シナ海の問題。気球の問題は新しいんですが、注目を引きますが、しかし、
どこを見ても、上を見ても下を見てもパターンがあります。ここ、先月だけ、3ヶ月だけ振り返ってみてもインド、オーストラリア、日本、フィリピン、アメリカ、どこを見ても一貫したパターンがあると思っています。決して良いその隣人政策ではないと申し上げたいと思います。ですから、気球だけ別個の問題ではないということです。気球の意図は何だったのか、もちろん分析は必要かもしれません。そのデータを集めていたんでしょうか、他のデータでしょうか、それは技術的にいつか明らかになると思います。今日お答えすることはできませんが、しかし、その意図というのは、見えてくると、その気球というのは単独のものではなくて、何らかのものを反映していると思うんですが、中国が尊敬されたければ、国際社会の一員でありたいと思うのであれば、全部意見を合わせる必要はないですけれども、適切な行動、前提に乗っ取る必要が必要だということです。他の国に警察署を置く必要はないはずです。そんな中国の法律を執行するために、他国で執行するために、警察署を置いたり、または中国の人民をそのハラスメントするために置いたりとかするのは、警察署を置くというのはどうでしょうか。表現の自由が絡んでいます。日本はどこの国に日本の法律を執行するために警察署を置いていますか。世界中でそういったようなことをしているんでしょうか。話はつきません。飲みに行ってもいいと思います。その、他の国が、の名前が挙げられる方がいたら、お酒をおごってもいいくらいです。いないはずです。中国は、76時間、96時間ぐらい、そういったような行動もしてきていますけれども、そして、すぐに他の国のせいにしたりするんですよ。自分たちがしたことを自分たちのせいだとは言いません。見つかるとそういうふうに対応します。それでは、杉田さん、お願いします。Let me say one other thing. Oh, yes. Sometimes. しかしながら、真実を見つけるのは本当に痛みを伴うことがあります。そこをお伝えしたいと思います。Thank you very much, Ambassador.ありがとうございます、大使。中国が最大の脅威だということをしっかり日米の目においてですね、それが大きな、だと思います。そしてその気球がその一例だと思います。そしてその中で、その文脈で、NATO の関東のような多国籍な枠組みを、防衛に関してですね、中国を抑止するような枠組みを作るということはどうなんでしょうか。このような暴言的な、行動を起こらせないようにするようにために、尖閣諸島であったり、フィリピンであったり、他の国々に関してですけれども、どのように、そうしたこのような枠組み、NATO のような、その枠組みですね、それを作るにかんことに関して、私、どのように思われますでしょうか。そしてその前提を私は支持しません。誰も、NATO のような、この枠組みを作ろうとはしていません。中国は、そういうふうに支持してほしいと思っています。私は中国です。そして合意してないとか、そういうふうに言うのは外交的にスマートではないと思います。私は見ていることを批判しているだけです。そして警察署ですとか、他の誰もやってませんよね、その他の国。他の人がやっているのであれば、誰もみんな、それが市場にみんな怒りますよね。中国が世界全体にやっているのであれば、そして日本にとってもそれをやっているのであれば、みんな怒りますよね。これ私が言っているのは真実です。真実は見た目を伴うかもしれません。しかしこれが本当なんです。そして誰も NATO のような
枠組み、NATO のような枠組みを作ろうというふうに考えていません。歴史的な二国的間の、この防衛協定を日米の中で、はい、が、協定して、進めます。そして、この韓国もあります。そして過小評価されているというふうに思いますのは、そしてバイデン大統領に言ったのは、この私たちの同盟国をさらに活性化し、そして私たちの同盟国を活性化したということ、それは彼の功績だと思っています。アメリカの強みであり、そして彼はそのエネルギー、そしての時間、そしてそのコミットを、この2国に強化をしたんです。そして、これはですね、これは分配金は上がっているんです。それはアメリカだけではなくて、そしてこれは日本、中国の、この脆弱性でもあるんです。彼らは同盟国はいません、中国は。イランとか北朝鮮だけです。そういったようなのけものの、このならず者の国家だけです。そして国際法などを、いつも協定を破棄している国々だけです。そして二つ目としては、大統領は、そして活性化したというのは、この共通の利益に基づいてです。では、このレベルでですけれども、そして私たちの同盟の、攻めの同盟というふうにお伝えしてますけれども、日本は、その自衛だけのためではなく、そのパートナーシップだけではなく、そして、地域の責任を果たしているのです。そして、これは、フィリピンの大統領がいらっしゃいましたし、そして2プラス2アグリメントなども合意もありましたし、そして、インドとのこの最近の演習、そして経済協定、インドとの結びましたけれども、また、オーストラリアとの関係、これはまあ、例としては数例です。そしてまた、日米韓のこの演習もあります。それが同盟を作るということなんです。これが共通の利益なんです。これは私はしなきゃならないけども、NATO は、この防衛の協定です。というふうに定義されています。これは非常に地域にとってユニークなものです。そして、これみんなそれが共同し、それはなぜなら個々の、この個々の努力、それがしっかりと商談につながるからです。そのニュージーランド、オーストラリアは日本、フィリピン、そして韓国、それぞれが、そして気づいているんです。また、再度。そして、過去3、4年で世界がコロナ、そしてコロナ、威圧、紛争で変わったということです。NATO のようなこの枠組みというふうにおっしゃいますけれども、私は、経済的な面でも、において、日本は最初の国でした。そして、この、経済威圧、2015年ですね。経済威圧の犠牲になった初めての国です。レアアース、ミネラルなどです。重要鉱物などです。そしてまたその後、韓国がその犠牲になりました。そしてその前、後に、オーストラリアです。私たちはこのコロナの期限をはぐいつものにさらさなければいけないというふうになったときに、この経済的圧に置いたんです。そしてフィリピンは、南シナ海の島のイージナイのある島が、フィリピンのものなのに、ですのに、そしてそれは、それのために経済的圧を受けたということです。これはパターンがあるんです。リトアニアもそうです。そして経済を、それをマーケットアクセス、そしてこれを使っているんです。武器化しているんです。それを私たちよく分かっています。多くの国々が。そして彼らが、この公になる前に、マーケットアクセスへの脅威、そして投資などが、政治的な目的を達成するために使われているということです。ですから、国が、そして経済的に一緒に共同している時とか、やったり外交的に、実際に、そして戦略的なレベルで一緒に共同していることで、そしてそれは、この共有的な、共有の利益、そして同盟を強化する。それは民主的な世界で行うことです。はい。質問。それでは、そちらの、ご案内をかけます。テレビ朝日外報部の岡田豊と言います。大使、今日はありがとうございます。日本政府、岸田政権は、
安全保障政策の歴史的な転換をする方針を示しました。敵基地攻撃の能力を持ち、防衛費を大幅に引き上げるという方針です。私が知りたいのは、この歴史的な安保政策の転換にアメリカがどう関わったか。この転換にアメリカは相当強い要求、プレッシャーをかけてきたのかどうか、これをぜひ知りたいです。短く答えると、ノーです。日本は主権国家であります。自衛の国益を考えて、自衛のために必要なことを主権国家として決断をしたということです。もちろん、防衛関連3文書の改定がありました。総理の指示により行われたものです。もちろん影響力という意味では、防衛3文書が改定されて、防衛費を GDP の 1% から 2% に増やすということを示した。それが一番大きな影響力を持ったと考えております。予算はそれを戦略的な選択を、そして原則を反映しているものであります。なかなか評価されない点でありますが、岸田総理が2021年の10月にロシアとウクライナの国境で動きがあったときに、それが起こる前にですね、その防衛3文書を改定すべきだということをずっとおっしゃってきたということです。そこは評価されるべき点であると思います。世界の将来を見越して、日本は戦況の先を行かなくてはならないと考えて、総理に就任して間もなくですね、その改定を指示されたと。まあ、それこそが、まあ、総理が世界の変化を捉えていたということの表れであると思います。ヨーロッパの同盟国、友好国の多くが、その戦車、動きを見て、そして航空機の動きを見て、世界が変わるということに気づいたわけです。しかし、何も行動がなくても、日本は総理のリーダーシップのもと、先を行っていたわけです。私は政治の政界でうまくやってきましたから、やはり先を行くということはそこで点を稼げるんです。多くの人が、これは批判ではありません。はっきりさせておきたいと思います。ドイツの首相は戦争が始まった時にこれは変化だと言ったのは良かったと思います。でもそれは事後のことであります。戦争が始まった後のことです。総理は、岸田総理は戦車がまだそのウクライナの国境沿いに並んでいない時に気がついていた、指示を出していたということです。それは評価されてべきです。そして文書ができても棚上げされたら意味がありませんが、きちんと改定をされて、そして予算が間もなく成立する、その3文書を反映している目標を反映しているという状況です。多くのヨーロッパの国がまだ GDP 2% を目指している途上にあります。ですから、岸田首相は真剣に取り組んでいるということです。戦略的な目標のに対して政治的な、その投資をしているということです。そして次の質問何ですか。それでは、こちらの方です。質問させてください。先生、ちょっと熱くないんですか。すみません、大丈夫です。ごめん、どうぞ。オブリー会員の大野と申します。
ちょうど1年前、もう大使はですね、北方領土の日にツイッターの動画で、米国は北方領土の4島に対する日本の主権を50年代から認めていると発言され、長い間伸ばされてきた平和条約、日露間の条約を達成しようとする日本とロシアの努力に支持を表明するとおっしゃいました。しかし1年後、大使のツイッターを見たところ、今回言及は私されていないように私は見ました。それでですね、このことはどういうことなのかと、その後でウクライナ侵攻をロシアが起こして、その平和条約達成のための環境が激変されたということを受けたことなのか、それとも大使自身の北方領土に対する考えが変わられたのか、それとも、ウクライナ問題、日露関係でずっとライバル関係にあったロシアのガルージン駐日大使が、まあ、記念されて、新しい大使も来ないので、なんとなく気が抜けられたのかなというふうな気がしますが、とにかくアメリカはですね、ヤルタ秘密協定を英国、ソ連とともに、署名して、この問題を作った国でもありますので、大使のお考えを改めてお聞きしたいと思います。まず、ツイッターをフォローしてくださってありがとうございます。まず、二つ目は、その記憶が正しければ、私は、ロシアの大使が言ったことに対して、おっしゃったことに対して、私はこれは反応してたんだと思います。三つ目は、私は、この、このですね、日本、私よりも、アメリカの政府のスタンスですけれども、この、もちろん、北北方領土というのは、この日本の態度をしっかりと導入するということです。これをお伝えしたいと思います。広島の中国新聞社の北中川と申します。よろしくお願いします。5月に広島で開かれる G7 サミットについてお伺いします。大使は昨年3月にですね、広島を訪れておられますが、サミットが初の被爆地で開催される意義について、どのようにお考えでしょうか。また、岸田首相はですね、核兵器のない世界を目指すということで、そのような方針掲げておられますが、サミットが果たしてその転換点となるのか、大使の考えを教えてください。また昨日ですね、広島市の松井市長から、サミットで首脳による、原爆資料館の視察やですね、被爆者面会について要望を受けたと思いますが、どのようにご対応されるおつもりか教えてください。よろしくお願いします。Before I get to the summit, サミットの話をする前に、広島に関しては3回訪問をしまして、平和博物平和記念資料館に行きましたし、そして、始まった広島に、市にも2回ほど行かせていただきました。そして毎回ですね、そしてまあ個人的なレベルですけれども、非常に、とかとても重いです。心が重いですけれども、そしてまあ個人としてですけれども、これは責任だと思うんです。そして、この世界の市民すべてが行くべきだというふうに考えております。それは責務だと思っております。そしては、この首相が、皆に、この皆さんにですね、この、まあ、広島に来るように、この呼びかけていること、それは適切だと思います。G7 の首脳で、もちろんそうですし、他の国々も、招かれるでしょう。そして、特に、このようなタブーが、この核兵器に関するタブーが、
この破棄されている。そういった状況ですね。それが、まあ、違反されているというふうに言えているかもしれません。そのような時期にとても重要だと思っています。プーチン大統領は。そして、戦術核兵器などを話したりして、核兵器の威圧を多く持っています。これが、まあ、正常化されるべきではありません。DPRK の、キム・ジョンウン委員長ですけれども、そして核兵器の、任務を考えています。ICBM を、テスト、実験などをしております。中国は、そして今、この核弾頭の拡大を行っております。軍備拡大をしています。そしてそれは世界が見ています。最近ですけれども、アメリカはロシアを批判しました。そして、スタート協定のから立ち去ってしまったということで批判しました。脱退したということです。日本が G7 の議長国になるということ、そしてあるレベルでは、私は市長でありまして、そして、このシカゴでの、そしてこの NATO の会合を起こったなった時に私は市長でした。オバマ政権でした。そして、まあ、この、ふるさとで、もちろん、ホストするということをジャッジしますけれども、首相の、ホームタウンで、まあ、行うということ、そうすることによって、我々が、我々、みんな責務を置いているみんなです。みんな一人一人がそういう興味を持っています。世界において。そして、首脳がする この意思決定は、結果を、対価を伴うということなんです。そして、歴史は、そして私たちに教えてくれます。その対価を教えてくれるんです。ですから、そして、この訪問、この広島市だけではなくて、この G7 の、日本の主導のもと、そして適切に人々を、世界の首脳を、適切な場所に導いてくれると思います。そしてそのポイントを明らかにするようにです。はい、鈴木聡と申します。日本記者クラブのメンバーで、元朝日テレビのものです。2009年に首席補佐官を務められていたとき、プラハのオバマ大統領のスピーチに感銘を受けました。はっきりと訪問されました。アメリカのコミットメント、平和安全保障を求めるアメリカのコミットメント、核なき世界を求めるコミットメント、揺るがないとおっしゃいました。岸田総理が広島で G7 サミットを主催されます。今、核の脅威があります。駐日米国大使として、バイデン大統領のもと、仕事をされているわけですが、バイデン大統領はオバマ大統領と同じように核なき世界にコミットしていらっしゃいますでしょうか。G7 の指導者たちに何を持ち帰ってほしいと思いますか。世界をより近しい関係にする、核なき世界に近づけるためにはどうしたらいいと思われますか。シニアアドバイザー、そして首席補佐官の仕事をしてきましたが、大統領に代わって発言をしてはならないということです。5月に19日から大統領、来ますけれども、私が2月のこの日に15日に、その時の大統領の発言がどういうふうになるのかというのは推測することはできません。しかし、その発言というよりは何を考えているかということなんですが、ホワイトハウスの国家安全保障戦略、そして外交委員会、そして副大統領をずっと長い間今の大統領を務めてきましたから、その資料を見られるのがいいかと思います。それを見ることによって大統領、
の考えがわかると思います。言葉に注目するよりも、まずそういった資料をご覧になって、何を考えているのかということを知っていただきたいと思います。上院、そして外交委員会の委員長、そして副大統領として長年務めていらっしゃいましたし、大統領として新しい戦略文書をまとめました。ですから、私からお勧めできるのは、大統領に代わって私は発言することはしませんが、重要なトピックですから、どこから、その大統領の考えの、まあ、アウトラインのようなものが見えるかということを今申し上げました。どのようにこの課題にそのアプローチしているのかというのがお分かりになるかと思います。Thank you for Ambassador. ありがとうございます。私、上平と言います。TBS です。日本語で話させてください。これは非常に機微な質問です。気球に関してですが、沖縄にはですね、広大なアメリカの米軍基地があります。先ほど大使が言われたですね、戦略上非常にセンシティブな地域に当たると思いますが、そこにですね、正体不明の気球が飛来した場合というのは、アメリカ軍が何らかの措置を取る可能性というものはあるんでしょうか。それが一つです。もう一つ、沖縄に関してですが、これは日米間で非常に長い歴史を持つアメリカ軍基地の普天間飛行場の移転先の問題です。日米両政府はですね、一貫して、名護市辺野古というのが唯一のオプションだというふうに言っておりますが、地元住民は今に至るまで長い間反対しています。地元住民の理解なくしてはですね、あらゆる建設基地計画というのはですね、成し得ないんじゃないかというのは、私この問題を長く取材している立場からですね、思うわけです。何年かかるかもわからないというような。にもかかわらず、アメリカ政府がですね、この辺野古というオプションに、スティックするというか固執する理由というのは一体何なんでしょうか。これはそのウクライナ情勢とかそういうものと関係があるというふうにお思いでしょうか。もう一つだけ短くですね、とても印象に残ったフェーズがあったので、日米同盟は、守りの同盟から攻めの同盟に、移管したという、変わったというふうに、最初のリマークスで、大使がおっしゃったところはとても印象的だったんですが、大使は、日本国憲法というのをですね、どこまでお読みになっているか私は存じませんが、アーティクル9というのがあります。攻めの同盟というような評価ですね、それから敵基地攻撃能力の保有を高く評価されておりましたけれども、これと日本の憲法との関係ですね、その間に、整合性というものがあるというふうにお考えなんでしょうか。率直なお考えをお聞きしたいと思います。どうもありがとうございます。私は本当に率直に話しているということを皆さんもう本当によく理解されていると思います。まず、この初めの質問ですけれども、気球ですよね。沖縄ですけれども、の上ですけれども、上空ですけれども。この浜田大臣です。浜田大臣のコメントで、その気球が、もし飛来したらですね、日本は適切に、この自衛の、この手段を取るというふうにおっしゃっていました。ですから、アメリカがどうするかということですけども、この答えは日本の、私も家庭の質問には答えないんですね。ですから、そしてガイダンスを必要とされるのであれば、そしてこの防衛省にの、このどのようにされるかということを見ていただいたらというふうに思います。この三つ目の質問ですけれども、三つ目の質問は、この二つ目の質問は沖縄でしたよね。そしてこの三つ目ですけれども、すみません。三つ目の質問、もう一度おっしゃっていただいていいでしょうか。すみません。申し訳ない。ちょっと書いてください。Without any understanding of the role. そして、自民ですけども。すみません。すみません。ちょっと忘れてましたってますけど。そして、三つ目の質問を聞いていきます。そして、言及された中で、
アライアンスの、この鮮明論同盟ということは、同盟だけに話してますけれども、これはですね、まあ、十分説得力がなかったかもしれません。インド太平洋地域では、日本は3500億ドルの開発投資を行っています。そして中国は1000億です。1000億ドルです。ですから日本は、非常に多くの投資を3倍になっています。投資額は。そしてこの、攻めの同盟といいますよね。そして、この質問といいますけれども、反撃能力だけの話、そして、まあ、防衛力の話だけをされているかと思います。私が言う攻めの同盟といいますけれども、すべてです。180度で、の観点で考えています。日本は最大の、投資、開発投資、FDI 国です。そして、この開発援助の活動、フィリピンに関して最大です。これはですね、攻めの同盟、私の言うところの攻めの同盟です。日本は、この首相と、そして外務大臣の3月3日のロシアの非難決議ですね、の前にですね、このハセアンの国ですね、その票を取り込み、しっかりと取りまとめをしました。そして、8カ国がこの賛成に回り、その中の4カ国が共同提出になると思います。これがですね、攻めの同盟の一つだというふうに考えております。ですから、この経済的で、そして、経済的に、そして、この、この防衛力のために、そして、この二国間を、その経済をすべてこの防衛のこの枠に閉じめるということではないんです。そして、すべてです。すべての観点です。そして、ソフト面、ハード面、そして、様々な面を入れて、経済もすべて入れて、そして、日本が、この共有、利益、そして理想、そして価値観を、日米で共通ものを広げていくという、そういうものなんです。それが攻めの同盟です。そして、この、日本が、どれだけ関わっているかということです。この、この同盟に関してどれだけ関わっているかということですけれども、素晴らしい、多く関わっていると思います。私たちは責任を、そして地域を、そして戦略的な同盟だけではないんです。同盟というのは戦略的に、そして防衛だけではなくて、そして人々、フィリピン、タイの人たち、地域の人たちですね。そして、経済的な、様々な取り組み、そしてオーストラリア、ニュージーランド、様々な交流ですね。インドネシアも組みます。ベトナム。そして、この攻めの同盟というのは、そして全てを含むんです。ですから一つの観点だけではないんです。そして防衛だけではないんです。そしてこれだけではないんです。それだけのツールになりますけど、それだけ防衛だけではないです。この二つ目というんですけれども、ご存知のようにアメリカは今プロセスの最中にあります。資源をグアムに、この移動しています。軍の施設をですね。そしてどのような資源、そしてどのような人員が沖縄にいるかということ、それをしっかりと、この再編成しています。私たちには責任があるんです。安全保障。日本の安全に責任があります。そしてまた、より良い隣人になる、この責務というのも必要です。そしてそれが私たちのゴールです。そして我々がそれをします。ね、気球について同様の今の質問をオンラインからもいただいておりました。まあ、今答えいただいたんで、もし追加であればオンラインでお願いします。はい、そろそろ時間なんですが、あと1問ぐらいですかね。はい、一番奥のじゃあ。私はフリーランスの小林と申します。元日系の記者です。私の質問は、アメリカ軍の核抑止力についてです。日本が核攻撃を受けた場合に、アメリカはどのような対応をされるのか、米軍はですね、同じように、仮に中国が核攻撃をしてきた場合に、米軍は中国に対して核攻撃をされるのでしょうか。そのあたりをお願いします。仮説の話はしたくありません。特に核に関すること、核兵器、そして軍の対応については避けたいと思います。
我々は条約を交わしておりますが、条約の義務をアメリカは負っております。 100% 98% ではなくて 100% 責任を持っているわけですが、仮定の話をしたくてありません。中国がどういったような兵器を使うか、我々がどういった兵器を使うかというのは私の役割で、職責で適切でないと思います。しかし防衛条約があります。そして日本の安全保障に関することは全てその中に含まれています。法的な拘束力を持つもので、我々はそれを堅持してまいります。どうやって堅持していくのかということはアメリカの大統領次第です。あとは統合参謀本部議長、そして防衛庁国防長官、そして日本の総理との間の が決定することであります。三局はアンバサダー。ありがとうございます。私は共同ニュースです。共同通信の篠原と申します。I'll change the topic. So, from security to 安全保障からもっと社会的なことに話したいと思います。LGBTQ や夫婦別姓について日本で話題になっております。首相秘書官の発言が問題になったりですね、国会での首相の答弁も話題になっております。1年日本に住んでみて、日本社会のその LGBTQ や夫婦別姓についてどのように受け止めて、どのような考えが受け止められるでしょうか。教えてください。お願いします。まずですね、ありがとうございます。ご質問。これは私は大使としていただけなくて、個人的に非常に関心のある問題です。このシカゴの政策に関わりました。そしてパートナーベネフィットである別姓、そしてこの入りの婚姻の平等についてしっかりと法制律に貢献し、そして大統領にも助言をし、そしてパートナーがしっかりこの病院でこのベッドサイトにいられるようにしたのも我々の私たちの貢献の一部です。本当にこの首相しリーダーシップを取られたと思います。そしてこのスタッフだけではなくて、そしてしっかりと意思決定を教えます。それは首相の功績だと思います。そして日本の人々のこの価値観というものもしっかりと反映はされていません。 64% の人たちですね、まずは反差別、そしてこの平等に対して支持をしています。 LGBTQ の人たちです。首相はリーダーシップを示されました。そしてこの 100% の自信を持っています。そして彼のリーダーシップのもとに国会はこの今国会で法制化がされると思います。それで価値、そして日本人の価値や意見がしっかりと反映されると考えております。そういった法制化ができるというふうに思っています。アメリカでも日本でも、そして役に立たない人なんていないんです。皆がすべてこの貢献できるものを持っているんです。私の結婚介添え人ですね、仲介人の方ですね、が、そして彼と彼のパートナーは私と妻と私との非常に、そして子供の近しい友人です。すべて国際的にすべての形で、日本は、そして首相者でした。そして包摂的な、そして憎しみを許さず、その差別に対しても差別を許しませんでした。日本の人々はそれを知ってるんです。よく理解しております。LGBTQ のコミュニティのメンバーは医師、そして看護師、検察官、そして先生になります。彼はジャーナリストもいます。そして政界の人もいます。そして彼らは社会の一部なんです。それで別にこの経済にもちろんいい影響を与えるというのは当たり前です。当然です。そして私は価値観の戦いの中にいます。そして差別が、その宗教的などの問題に関して差別などが今はびこっております。LGBTQI のコミュニティは私たちの家族の一部です。
彼らは親戚であり、友人であり、そして人々が、この我々が頼っている人たちです。様々な意味でです。ですから私は 100% 自信を持っています。この首相の迅速な行動、そして私たちの議論、そして国会は、そしてこの立法府ですけれども、日本の、が、そして国民の意思だけではなくて、しかしながら適切なステップを取ると思います。明白にです、それも。そしてこれは容認しないというだけではなく、容認しないというだけではなくて、差別を禁止するというところまで行くと思います。それが私たちを形容するものであり、そしてこの民主主義の国民であり、民であり、そして我々がそれに戦っていくんです。自由だけではなくて、自己表現の自由を獲得するということです。それが、それほど基礎なものです。ありがとうございました。ちょっと時間も過ぎてしまいましたので、ちょっと質問まだあるかもしれませんが、ここで、会見を終わらせていただきたいと思います。恒例のですね、記者クラブへのメッセージで、ちょっと字が小さいので、英語でいただきましたので、ちょっと読み上げさせていただきます。これはモハメド・アリさんの言葉らしいんですが、Service to others is a rent you pay for your room here on earth.というふうな、コメントをいただき、メッセージをいただきました。Could you elaborate? Well, 説明をお願いいたします。モハメド・アリの言葉ですね。私は公職についてきました。ジョン・ケネディはこう言っていました。公職に就くということは、それは貢献をすることであると言っていました。そして、マリユダヤ教の教えではありますが、他の人の人生を救うほど聖なることはないという教えがあります。皆さんがこの地球上にいる時間を、公職につき、そして人のために尽くすほど尊いことはないということです。モハメド・アリの言葉を引用しましたが、公選職であれ、コミュニティサービスであれ、皆さんの時間の使い方として、他の人の安全のために使うほど、尊いことはないということです。家族、物理的な家族ではなくても、人類の家族として考えるべきであるということで、LGBTQI のコミュニティについても、同じようなことが言えると思いますが、私は自身の家族についてあまり話をすることはありませんが、私が育てるとき、母はシカゴの公民権運動に関わっていました。私の父はアメリカに移民としてイスラエルから来ました。そして医師になろうとしていました。そして3人の子供がいて、英語も得意でないという状況でしたが、子供たちは、鉛を食べてしまったりとすることがあったんですね、シカゴで。そして、シカゴの死を訴えるということで、AMA を1964年に辞めることになりました。そして最近移民したばかりで、英語もできないということで、医師になるというのは本当に大変であったわけです。で、その、夕食の時に、他者のために尽くすということ、そして、他者のために尽くすということというのは、いつも、語られることだったんですね。夕食の時によく聞かされた話です。ですから、私自身の子供3人に対しても、人生の時、いつか、私のようにする必要はないけれども、人生の少しの時間でも、やはりコミュニティサービスに使うべきだと言いました。軍に入る必要は必ずしもないですけれども、警察官ですとか、何でもいいんです。ボランティアでもいいと思います。コミュニティの幸せのために、そして私と子どもたちは国のために働くことを選びましたけれども、そういったことが大事であるということです。少なくとも、この世代の人たちには、その、パブリックサービスをする人のために尽くすということを思い出してほしいと思います。
2005年に本を書いたんですが、ブルース・リーとデプティーチーフ・オブ・スタッフですけれども、その彼が言ったこと、書いたことを私は信じています。日本の関係においては一つ例を挙げますが、シカゴでは147の言葉を話す子どもたちが、パブリックスクールで学んでいます。公立の学校で学んでいます。で、そして多様性というのは大事にしなくてはなりません。そして多様性を強みとして生かすためには、負の遺産と しないためには、やはりコミュニティに尽くすという考えが必要であると思います。そうすることによって、コミュニティとして社会としてまとまりのあるグループができると思っています。147、すべての言葉、文化、そして信仰がありますけれども、何らかの形で共通の目標のために、目的のためにつながっていくことができると思っています。ですから、このアリの言葉というのは、私の両親が育ててくれた私の価値観を反映しているものであります。私の子供たちにも少し教えたつもりです。ありがとうございます。それでは、お礼ですが、記者クラブから、記念品のネクタイを、贈呈したいと思います。Passion and plea, I get a tie.